親知らずを抜いた後にインプラントを入れるというのは、なかなか、まあ、歯医者の側からすればやりたがらない、処置の方法です。抜歯直後にもしやるんだとすれば、感染の危険性も高いですし、親知らずの位置に埋入するのはどうしても、やらなければいけない。例えばその一つ前の歯が使えないとか、そういったケースの場合、あるいは矯正治療を行うためにその部位に埋入させていただき、まあ、歯を動かすといった場合に、安価、まあ、怒りという意味ですけどとして使うというようなケース以外にはほとんどありません。親知らずの部位にインプラント治療を入れる、インプラント自体を入れるというのは、回復させるのがかなり難しく、生存もしにくいので、積極的には行わないというのが現状です。本日は以上です。